諸駅は埼玉県入間郡諸山町大和座祝いにある東日本旅客鉄道八高線の駅である。八高線の東駅北は高崎市社管轄であり、隣駅の駒川駅以南は八王子市社管轄となる。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。八王子方面ホーム裏側に留置線がある。駅舎はホームの西側に設置されている。 互いのホームは、古線橋で連絡している。以前は、直営駅であり、管理駅として、おごせき、竹沢駅間の各駅を管理していたが、現在は、JR 東日本ステーションサービスが受託する、業務委託駅で、熊谷駅が当駅を管理している。簡易水下改札機、自動券売機が設置されている。かつては、入り口左手にビュープラザも設置されていたが、 1997年に閉鎖された。2020年度の1日平均乗車人員は524人である。JR 東日本及び埼玉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。川越観光自動車埼玉井大方面域の諸駅バス停は駅前には入らずやや駅から離れた場所にある。埼玉井大から 諸駅側へ向かう経路については2019年3月2日の改正より、諸駅付近を経由しなくなった。ありがとうございます。